今回チョイスさせてもらったスピーカー、ゲストスピーカーの方々は僕が今まで仕事で絡んだ方、それからこれから仕事で絡む方、まあまだ絡んでないんだけども、お互いにクリエイターとして一緒にこう進んできた方っていうのをチョイスさせてもらって、しかも彼らは僕から見て自分でそれを作り上げてきた人、はい、もうすでに作り上げてるっていう、だからその人たちとこういう僕らの話と、あとはそれに響いているマットの話でちょっとそれをうまくまとめてもらいたいなみたいな。そうですよね、うん、やっぱりこうなんか人生を作り出すってすごい難しいことに考えるけど、やっぱりこうなんかすごい自分で心に響くものって誰でも持ってて、それは本当にさ、なんて言うんだろう、本当に心の奥底にある、はい、すごいこう隠れたタンスの中にあるちっちゃな、また綺麗な箱の中にあるすごい輝いたものみたいな、すごい分かりにくいもので、うん、でもそれをすごい必死に作り上げるというか、こう探し出すっていうところに、多分その作り出すっていうところがあるから、うん、探すっていうところから作り出すっていうものはどういうふうに展開していくかっていうのを、うん、こう僕らの話とかからそうですね、こううまくなんか掴み取ってもらえたらいいかなと、うん、そうですよね、うん、でそれがただのトークショーと違うところっていうのは、例えば、まあうん、センス君と長い関係があってとか、うん、お互いの信頼関係があってセンス君でしか引き出せないこと、うんうん、それこそその綺麗な箱に入っている輝いている何かっていうのをたくさん引き出していくっていう講義になると思うんですけど、今回はちょっともう集中して話を聞くっていうところと、はい、で話を聞きながら自分でまとめて何がこれ大切かっていうのを、うん、もうしっかり考えながらやってほしいので、ノートは別にもう持ってこないでくださいみたいな、ノート禁止っていう感じで、なんでかっていうと書くだけで本当精一杯になっちゃう。そうすると本当その2歩3歩先に実は本当に自分の響くことがあるんだけど、それをこう聞き逃してしまうみたいな、書いてる間にとかですよね、うんうん、っていうのがあるんで、もうしっかりもう話を聞いて、うん、なんだろう、そこに咀嚼してもらえたらすごくいいかな、うん、みんなで親睦深めながら、うん、いろんな話がフランクにできる空間状況を作っていこうと思いますので、うん、ぜひ、ご期待くださいというところでですね、はい。